おはようございます。本日は2021年4月の3日土曜日でございます。現在の時刻が7時10分、本日も JR 博多駅の駅前からお送りしております。今日ね、旅行の最終日になるんですけれども、今日朝早かったです。朝食7時からだったんですけども、時間がなかったんで朝食権利放棄してしまいました。で、今日なんですけども、最終日ということでこのチケット持ってます。7時30分発の日輪シーガイア5号の、グリーン個室に乗って、終点宮崎空港まで行きます。所要時間がね、5時間49分約6時間ということで、日本で一番、所要時間が長い特急電車になるのかな。サンライズ、死んだ時のサンライズで例えると姫路から、沼津までの所要時間とほぼ変わらない感じですね。中高寝台ということで、4人用個室、ソファーになっているので、寝ていくことができます。あのグリーン、デラックスグリーンとかもついているんですけども、それは先々週緑号を乗った時も個室に乗ったんですけども、あの車内設備とかについては、緑号に乗った時に、確か出しているはずなので、今日はね、そういう車内設備とかそういったものはもう省いて、のんびりと、宮崎空港まで行こうと思います。入線がね、7時15分くらいって聞いてるので、まあ、そろそろホームに入っていこうと思います。じゃあホームに行きます。宮崎に着くのがお昼の1時20分くらいなんですけれども、朝ごはん、電車の中で食べるためにさっきコンビニで買ってきました。昼1時過ぎに着いちゃうんで、ちょっと昼ごはんもどうしようかなとは思ってるんですけど、宮崎に着いて食べるか、ちょっとあらかじめ買っていくか、今ちょっと迷ってるところですね。1号車8番の個室に来ました。今日ここで約6時間過ごす部屋になります。車内設備等については先々週緑10号に乗って同じ個室に乗ったので、省かせていただこうと思います。まあ今日ここに3人掛けのシートがあるので、ここで、ゆっくり寝れるかなと、横になって、でこっちには1人掛けのシート、これリクライニングシートなんですよね。リクライニングシートになっているので、ここで、ま、あの小倉から先がね、進行方向向きに座れるので、椅子倒しながらゆっくり過ごそうかなと思います。で、朝ごはん買ってきました。お、傾いてるじゃないですか。朝ごはん、コンビニで買ったちゃんぽんです。それと、ちょっと
おにぎりセット、炭水化物炭水化物なんですよ。あと朝から、ビール、エビスビールです。こういう晴れの日なんでね、なかなかいいかなと思います。じゃ出発まで、ね、あと10分あるんで、のんびり待ちたいと思います。グリーン車の座席がね、今誰も乗ってなかったんで、ちょっと撮影しちゃいましょう。で一番最後尾が、ここが、また例のデラックスグリーン車ですね。3列分けの、これ乗って博多から宮崎空港まで行くってもなかなかありかなと思います。ここからから先がね、進行方向向きに座れるので、まあ、これも快適かなと、ある意味最強のグリーン車かなと思います。そうそう、今日の乗車券なんですけども、乗車券と特急券なんですけど、特急券ね、宮崎空港まで持ってます。で乗車券が福岡市内から九州ぐるっと一周して、福岡市内まで戻ります。ということは、南宮崎から宮崎空港までちょっと別に買わなきゃいけないんですけど、博多駅の券売機で買おうとしたら、ちょっと乗車駅、博多駅以外発の乗車券が買えなかったので、まあ JR 西日本の、券売機に行けば多分買えると思うんですけど、宮崎空港から、南宮崎から宮崎空港までの、往復の乗車券というのをちょっと車内で生産しようと思います。このまま乗っちゃうとね、宮崎空港と南宮崎の間がちょっと無賃乗車になっちゃうんで、それ困るんで、車掌さんから買おうと思います。静かに止まります。九州をご利用くださいましてありがとうございます。宮崎空港行き特急日輪Cダイヤです。止まります駅は葛飾、赤間、折尾、黒崎、小倉、行橋、中津、木次、別府、大分、鶴崎、臼杵、福見、佐伯、延岡、南延岡、日向、高鍋、佐渡原、宮崎、南宮崎、終点宮崎空港です。列車内はデッキも含め全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。を回転させる際には座席下のベラロー踏んで椅子を回しください。椅子を回しの際には周りのお客様には十分にご注意ください。本日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。こけらにつきます。降り口は左側です。開くなと足元にご注意ください。こけらを出ますと、次は行橋に止まります。Thank you.
九州をご利用くださいましてありがとうございます。お降りの際は車内にお忘れ物のないようご注意ください。鼻の上のお荷物や座席前のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れなどには十分にご注意ください。現在、大分駅を出発しまして、まもなく鶴崎に着きます。昨日ちょっとあんまり眠れなくて、今日個室なんで眠れるかなと思って、ですね、意外と眠れました。小倉を出て、行橋のあたりから、別府のあたりまで丸々1時間ほぼ寝ました。これがね、3人掛けのシートなんですけども、自分身長178ありまして、どの体勢が一番寝れるかなと思ったら、ここのところ、真ん中のところありますね。こっちを頭にして、こっちをビャッと足にする。まあ、ほとんどの方はこうやって寝てると思うんですけど、ここを、頭にして、こっちをザーッと足の方すると、一番寝やすかったですね。で、こっちにすると、ちょっと窓のあれがあるので、ちょっと眠れないって足がついちゃうんですよね。まあ、ちょっといろいろ個人差はあると思うんですけど、自分はこっちを頭にして、こっちと。で、個室乗ったことある方は分かると思うんですけど、室内に毛布というかシーツがついてるじゃないですか。お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。あれをね、閉まるドアにご注意ください。まあ、布団代わりにして、1時間ほぼほぼ眠れました。おととい36プラス3乗ったんですけども、まあ、動画にも書いてる通り、36プラス3個室ですごいいい特急電車なんですけども、改造してて窓がちっちゃくて外が見れないんですよ。で、直角シートで、個室って言っても座席が大きくて、意外と圧迫感があって、なんか寝るのにもうしんどくて、かといって外もあんまり見れなくて、まあ、たまに泊まるので、外出て、まあ、体を伸ばすっていうのがちょうど良かったんですけど、まあ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 、って感じでしたね。今度36プラス乗るんだったら、普通のグリーン車乗ってみたいなと思いました。で、今、鶴崎を出て、あと3時間くらいですか、宮崎空港まで。まあ、楽しみたいと思います。次の停車駅は、お好きだ。なお、時間の都合等で、乗車券や特急券、まだお済みでないお客様、またその他、ご用のお客様、後ほど車内に参ります。車掌までお知らせください。
九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく宮崎に到着をいたします。まもなく宮崎です。堀口は右側です。開く側とお足元にご注意ください。宮崎よりお乗り換えのご案内をいたします。日本本線加納清武方面を通ります西都城行きの普通電車は13時38分2番乗り場から、日南線油津行きの普通電車は13時19分同じく2番乗り場からです。ご乗車ありがとうございます。まもなく宮崎に到着をいたします。降りの際にはお手回り品などお忘れ物ないようご注意をお願いいたします。宮崎を出ますと次の停車駅は南宮崎です。九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点の宮崎空港に到着をいたします。堀口は左側です。開くドアとお足元にご注意ください。特に駅のホームと列車の車両との間が広く空いております。降りの際にはお足元には特にご注意をお願いいたします。また降りの際には切符や携帯電話などお忘れ物ないようご注意をお願いいたします。